プロッパフェノンは IC 群に分類される抗不正脈薬であり NA チャンネルを選択的に阻害する心房頻迫や心室頻迫の治療に使われる商品名プロノン頻脈性不正脈重大な副作用として心室頻迫、心室細動、ホラ停止、ホラ棒ブロック、防湿ブロック、除脈、失神、肝機能障害、横断がある 使用成績調査での副作用発現率は6.9%で、主なものは、めまい、ふらつき、動悸、足ブロック、倦怠感等であった。グロッパフェノンは、ナトリウムイオンの心筋細胞内への流入を遅くして、脱分極速度を抑制し、心室細胞域値を上昇させ、防湿結節内および心室内の興奮伝導を抑制し、心筋の有効不応期を延長させて、 全体として、心筋細胞の興奮性を沈め、貧脈性不正脈を治療する。活動電位の持続時間にはほとんど影響しない。ATP 依存型カリウムチャンネルには影響を与えない。構造的に触れイ二度に近く、服用時には同様の注意がいる。プロパフェノンと触れイニ度は、他の高不正脈薬と同じく再不正脈作用を持つ。しかし、機質的疾患のない場合には、 比較的安全であるとされる。プロパフェノンの頻迫細胞への作用選択性は高いが、正常細胞でもア群やアイビー群よりも強く抑制する。交換神経ベータ遮断作用を持つため、除脈、気管支痙攣も起こし得る。消化管からの吸収性は良いが、肝臓の初回通過効果を受けるため、生物学的利用能は約50%である。 血中半減期は2から3時間である。主な代謝経路は、肝臓のサイプ 2D6 での水酸化、サイプ 3A4 及び、サイプ 1A2 での N 脱エチル化であるが、代謝脳の飽和現象が認められ、300mg 服用時の血中未変化体の CMAXAUC は 100mg 服用時の約10倍となる。水酸化体の一つ後、 ヒドルキシプロパフェノンにも薬理作用がある。健康成人では、服用48時間で53%が粉中に38、38%が尿中に排泄される。通常、プロパフェノン服用開始時には入院して、心電図モニタリングをする。不正脈の種類によって容量は様々であるが、比較的高容量で開始して 300mg、日あたりまで前減することが多い。 経済的な理由や、その他の都合で、外来でプロパフェノンを開始する場合があるが、どのような患者で安全に服用開始できるかは、合意されたものがない。臨床的な観点から見ると、プロパフェノンは、比較的新機能が保存されている患者に適していると、言える。プロパフェノンは、立体中心を含み、二つのエナンチオマーからなる。これは、ラセミ体、すなわち、 マイナスとマイナスの一、一混合物である。ありがとうございます。